今週の鬼滅と進撃のアニメ皆さんも見ましたかね？もうマジでね、すごいとんでもないクオリティでした。この2本のアニメがね、連続で放送されてるってことはね、もう間違いなく伝説ですね。多分ね、僕がおじいちゃんになっても孫にね、語り継いでいることでしょう。日本のみならず海外でもですね、鬼滅と進撃が毎週すげー盛り上がってて、ツイッターのトレンドトップとか毎週総なめにしてる状況なんですけど、この2つの作品がですね、トレンドを連ねている中に、もう一つ全く関係ない作品がねじ込んでるんですよ。そうです。皆さんご存知、東京グールですね。こちら海外のトレンドなんですけど、鬼滅と進撃が配信開始された直後のトレンドなんです。上からアタックオンタイタンファイナルシーズンパート2、進撃の巨人、エレン・イェーガー、東京グール、タイタン&デーモンスレイヤーと。いや、東京グールのアニメなんてとうの昔に終わってるし関係ないやんと思いますよね。じゃあなんで鬼滅と進撃に紛れてトレンド入りする流れができてしまったのか。その理由はですね、鬼滅と進撃の圧倒的な完成度に感化された外国のファンが東京グールのアニメをリメイクしてほしいと声を上げた結果なんですね。で、注目すべきポイントがあって、他のトレンドが6万8万ツイートされているのに比べて、グールのツイート数は6000とね、まあ大したことないんですけど、その少なさでこのそうそうたるメンツのトレンドにねじ込めているのは、やっぱね、ツイートの勢いなんですよ。鬼滅と進撃の直後に短時間で東京グールのことをつぶやいた人が多かったんですよね。海外のファンの中にも僕やこの動画を見ている君たちみたいに東京グールのことになるともう脊髄反射で反応しちゃうオタクが多いってことなんですよ。いや、僕ちょっと感動しちゃったんですけど、それと同時にやっぱね、 RE のアニメのクオリティどうにかならんかったんかなって少し悲しい気持ちになりましたね。これだけ海外も国内もファンが多いのに。鬼滅はさ、無限列車の電車賃で稼いだお金があってあのクオリティだと思うんですけど、やっぱいいものを作って流行らせる気で最初から作ってますよね。だから円盤もグッズも売れて次に繋がってるって感じなんですよね。グールもルート A の円盤がもうちょい売れてればどうにかなったんかなとか、アニメ化のタイミングが違えば鬼滅や進撃みたいに慣れてたのになって思ったりしますね。ただ最近はどうもアニメのクオリティが上がりすぎて視聴者側の基準も高くなってきてるように思います。ちなみに海外ファンからはマッパでリメイクしろっていう声がやっぱ多いですね。ダークな雰囲気的にマッパを望む声が多いんでしょう。やっぱ円盤なりグッズなりが売れないとアニメ化しても意味がないので、この作品はファンも多いし売れるぞって思ってもらうためにも声を上げ続けることに効果はあるんじゃないかなと思うんですけど、まあすぐに再アニメ化は難しいでしょうね。最近昔の作品がリメイクされたりアニメ化されたりしてますけど、言うてグールのアニメ3年前ですからね。再アニメ化するにしてもピエロのメンツ的にもすぐには難しいんじゃないでしょうか。っていうかゲーム出してほしいよね。難しいと思うけどさ。パズラとかモンストとか有名どころとさっさとコラボしてほしいと思うんですけど、まあゲームに関してはいろいろ思うところがあるので、機会があればまた別の動画で語りますわ。ではまた。